西沢君、スイッチを入れるぞ。頼む。予備電源のスイッチを入れてみてくれ。大丈夫か、西沢君。おお、西沢君、成功だ、成功した。犯人をよろしく頼む。西沢君、西沢君、必ず君の意志を継いで地球の平和と安全を守ってみせるよ。この海底調査のロボットが活躍すれば、今あちこちで起きている海の異変が解明されるわけですね。そう、うまくいくといいんだが。うまくいくように僕も願ってますよ。発進に追い、それでは行きます。ところで、博士のお子さんたちはお元気ですか？うん。は、今のところ順調です。別に異常はありません。もしあいつを使ってカイザー様の恐ろしさを教えてやろう。まずは手始めにあれを沈めてやるぞ。何者かに妨害されて、ロボットのコントロールが効きません。信じられない。あのロボットは我が国の科学力の粋を集めたものだ。故障するなんて考えられ。よし、飛行機を出して調査をしたまえ。あ、発見しました。特に変わった様子もありませんが、できるだけ接近してよく調べてみます。ロボットは北北西に向け直進中。あ、ロボットただいま北北西に直進。北北西？これは大変だ。原子力船がいるんだ。何？お前たちの力が必要な時が来たようだ。三人ともよく聞きなさい。お前たちの本当のお父さんは私ではない。そんな、嘘よ嘘。いや本当だ。お前たちのお父さんは私の親友だった西沢博士なんだよ。博士は自分の命と引き換えに、タロムには誠意、ルビーには博愛、ファイターには闘志を与えて、この地球を悪者の手から守ってくれと言い残して死んでいったのだ。だからお前たちには地球と人類の平和を守る使命があるんだ。分かった。これから行って僕たち、そのロボットを原子力船に近づけないようにするよ。そうしてくれ。でもパパは今まで通り僕たちのパパでいてね。お願いね、パパ。僕も。お前たちはなんて優しい子供たちだ。さあ、出発だ。スーパータロムゴー。スーパーカーゴー。
世界征服の邪魔をする奴は許せん。逃げましたぞ、ダイヤ特攻。バカめ、逃げたわけではないのに、カイザー様の恐ろしさを見せてやる。手に渡してはならない。そのためにお前たち三人の力がどうしても必要なのだ。西澤君、君は私たち、いや、この地球に本当に素晴らしい子供たちを残してくれた。ありがとう。